たけども、これのところがなさそう。はい、皆さんこんにちは。ヒロの山旅チャンネルのヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、地元愛知県の豊田市かなの、さなぎ山に来ております。駐車場は結構いっぱいになることが多くて、なかなか止められないんですけども、諦めずにね、上の方にこうウィンドウ上がってくると、止めれるところが数箇所ありますので、今日もちょっとそちらの方に止めさせてもらいました。しばらく舗装路を上がると登山口ができます。では行ってまいります。ここですね、この辺が。トイレ入ります。トイレしておきましょうか。来ました。11時半ですね。では帰りますか。ちょっと離れたところにもベンチあります。結構平坦な道あっても足とかすぐです。帰りの登りはちょっときついね。なんか変な人に出会いました。毎日いらっしゃる感じ。今のところ5週連続で今来てますけど。あ、土曜日に、土曜日か日曜日、土曜日に来ました。普段は普通の人ですね。あ、そうだ。一応普通に仕事してます。あ、普通に、あ、そうですか。休みの日にこうやってみんなを楽しまして、遊びに来てます。いいですね。はい、ありがとうございます。すいません。はい、どうも。はい、到着しました。今12時3分ですね。登山口に降りてきました。あとはちょっと軽く今まで。クールダウンして、帰りたいと思います。とてもね、気軽な山、紅葉の時期なんかもいいと思います。で、子供さんでもね、全然登れる山なので、親子連れの方も今日もいっぱい来てました。地元の山としてね、これからもね、トレーニングに行きたいと思います。皆さんも気軽なハイキングご利用したらいかがでしょう。とても安全な山です。はい、ということで今日はこの辺します。ご視聴ありがとうございました。また次の山で会いましょう。バイバーイ。